こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何が行くでしょうか。アニーテル前に行きそうです。サンライン、それに続いています。さらにはケープベルディ、10番グレーカウンター、その後ろベリーオフ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。ボニーバイアリー先手を取りました。並んで4番フローラルフォワード、サンライン、この馬もこのグループ好位置をキープしています。ファレノプシス、この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはフローラルフォワード、白の帽子アニーテル、その後ろすぐ隣にボニーバイアリー、その横にサンライン、イージーカード、この馬もこのグループ、ファレノプシス、いい位置です。すぐ後ろにケープベルディ、黄色の帽子ソワリングソフトリー、その後ろ、さあ先頭は依然として4番フローラルフォワード、アニーテル、ほとんど差がありません。3番手にファレノプシス、絶好の手応え、ファレノプシス、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フローラルフォワード先頭、残り 200m、 先頭はファレノプシス、残り 100m、 ファレノプシス先頭、フローラルフォワード、外から一気にベリーオフ、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。フローラルフォワード1着、2着は微妙です。勝ったのはフローラルフォワード、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。センセーション、好スタート、マックスジーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してボスラシャン、花に立ちます。その後ろからはセンセーション、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーリエット、9番トレジャータワー、その後ろ後方に控えたのがトロピカルダイヤ。もう一度先頭から見ていきましょう。ボスラシャン先手を取りました。12番ダンスパートナー、2番手を追走、その外にスパークアラウンド、その隣にシャトーウォン、その横にセンセーション、オーリエット、この馬もこのグループ、その外にマックスジーン、さらにはエスシーナ、緑の帽子トレジャータワー、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。なんと先頭はダンスパートナー。これには場内からも歓声が上がります。その横にボスラシャン、センセーション、すぐ後ろ、その隣にオーリエット、シャトーウォン、すぐ後ろピンクの帽子マックスジーン、その後ろすぐ隣にエスシーナ、すぐ後ろにトレジャータワー、黒の帽子ウィンドシャープ、その後ろミスティーハッピー、それに続いていますメモリーズオブシルバー、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてダンスパートナー、2番手はボスラシャン、オーリエット、3番手、さあダンスパートナー逃げ切れるか。ダンスパートナー先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 ダンスパートナー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ボスラシャム食らいつく。ダンスパートナーもう一伸び。ダンスパートナー、ダンスパートナー1着、2着にはどうやらボスラシャム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ジャックリストレーション好スタート。サンフォードダイアナ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサンフォードダイアナ行きました。続いて前へ行くのはフラワーパーク、さらにはアラビアアーバン、13番プレザントハント、その後ろ先頭に戻りましょう。サンフォードダイアナ先手を取りました。アラビアアーバンすぐ後ろ。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。さあ先頭はアラビアアーバン、2番手はジャックリストレーション、サンフォードダイアナ、3番手フラワーパーク。いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アラビアアーバン先頭、差はほとんどない。2番手はアラビアアーバン、懸命に追いすがります。やはりフラワーパーク先頭だ。先頭はフラワーパーク、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はオキパンディスト、フラワーパーク先頭だ。フラワーパーク今ゴールイン、段違いの強さです。フラワーパーク1着、2着はオキパンディスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フラワーパークまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジムアイス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。アラビアセゾン前に行きそうです。ジムアイスそれに続いています。さらにはトロットサンダー、5番ダホス、その後ろ先頭に戻りましょう。アラビアセゾン先手を取りました。ジムアイスそのうちに続いています。内からはチックススピン好位置をキープしています。トロットサンダー、内からはダホス。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはジムアイス、これに続いてスウェイン、その隣にチックススピン、並んで13番アイスエミネンス、アラビアセゾンすぐ後ろ、その隣にダホス、ヒーローズイメージすぐ後ろ、赤の帽子ファントレセレブル、その後ろミスすぐ後ろ、その後ろにエイコーンタワー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番ジムアイス、ここで先頭が入れ替わりました。トロットサンダー、ジムアイス2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、あと 200m、 トロットサンダー先頭だ。残り 100m、 トロットサンダー粘る。スピニングワールド、トロットサンダー追いすがります。スピニングワールド、スピニングワールド1着、2着は微妙です。勝ったのはスピニングワールド、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはバブルトワイニング、綺麗なスタートを切りました。サマーボール前に行きそうです。バブルトワイニング、それに続いています。さらにはランニングサイレンス、11番コスミックファイヤー、その後ろラッキーポート、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。バブルトワイニング先手を取りました。赤の帽子サマーボール、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はサマーボール、2番手はバブルトワイニング、コスミックファイヤー、3番手カワチシュール。いい位置です。
先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はバブルトワイニング、バブルトワイニング、先頭残り 200m、 先頭は河内シュール、残り 100m、 河内シュール先頭、一気にエルムハースト、エルムハースト、エルムハースト、一着、二着にはどうやらプライムデライト、勝ったのはエルムハースト、見事な勝利です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンドサンダース、これはいいスタートを切りました。ザルーブル、この馬も好スタートを切りました。マーリン、前に行きそうです。ギャロップディバイン、それに続いています。さらにはザルーブル、10番マーベラスサンデー、その後ろ。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から見てみましょう。サンドサンダース先手を取りました。すぐ後ろにジャスミンネーム、その外からケアレススカイ、その外にマーリン、並んで8番バブルダイヤモンド。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からサンドサンダース先手を取りました。ザルーブル、この馬もこのグループ、すぐ隣にケアレススカイ、すぐ後ろにイージーギャル、ジャスミンネーム、そのうちに続いています。その隣にマーリン、サミーオアシス、そのうちに続いています。この辺りで各馬第一コーナーをカーブして第二コーナーに向かいました。もう一度先頭から、先手を取ったのはサンドサンダース、その外からケアレススカイ、並んで14番ザルーブル、バブルダイヤモンド、この馬もこのグループ、すぐ隣にジャスミンネーム、並んで9番マーリン、後ろからの競馬になりました。マーベラスサンデー、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。サミーオアシス、すぐ後ろ、並んで7番ギャロップディバイン、ワイントレール、すぐ後ろ、その後ろにバブルカフェ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ケアレススカイ、ここで先頭が入れ替わりました。ザルーブル、ケアレススカイ、2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はマーベラスサンデー、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。必死に追うマーベラスサンデー、2番手はバブルダイヤモンド。マーベラスサンデー1着、マーベラスサンデー1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。サンタフェダック、前に行きそうです。マリーンウェーブ、それに続いています。さらにはステーリッジ、7番キャッスルアンドレ、その後ろエアエクスプレス、後方に控えました。
もう一度先頭から見ていきましょう。マウンテンチャンス先手を取りました。その隣にブラックラッド、その横にミルフォードコレクター、スーパービリーズ、そのうちに続いています。その隣にラッキータウン、並んで15番シャワーエンペラー、すぐ後ろにピンクキャップ、その隣にマリーンウェーブ、オフサイドトラップ、後ろからサンタフェラック、そのうちに続いています。すぐ後ろにエアエクスプレス、最後方にサファイアミニスター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。10番ブラックラッド、赤の帽子、マウンテンチャンス、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ブラックラッド先手を取りました。その横にマウンテンチャンス、先頭は依然としてブラックラッド、まだ粘っています。キャッスルアンドレ、ほとんど差がありません。シャワーエンペラー3番手、オフサイドトラップ、この位置は果たしてどうでしょう。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキャッスルアンドレ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はキャッスルアンドレ、残り 100m、 キャッスルアンドレ先頭、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、もう一伸び、オフサイドトラップ、オフサイドトラップ、1着、2着にはどうやらキャッスルアンドレ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。